リバプールを出港するテュートニック・テュートニックはホワイトスターラインが所有していた客船。初めて武装商船として使用された。船名は古代ヨーロッパの部族名、テュートネス族に由来する。1880年大西洋横断最速記録であるブルーリボン賞をめぐって激しい競争が繰り広げられていた。海運企業であったホワイトスターラインは造船業。 ハーラウンドウルフに平均速力20ノットが出せる船舶を作るよう依頼し、1887年にテュートニックと姉妹船マジェスティックの建造が始まった。テュートニックはホワイトスターラインが所有する船舶で初めて本を除いた客船として1889年1月19日に浸水した。同年7月25日に完成し、8月1日に スピットヘッドで開催された観カン,カン式に参加した。テュートニックは最初武装商船として4.7インチ砲8問を装備された。これは観カン,カン式の後取り外され、通常の客船として8月7日にニューヨークへ向けて諸女公開を行った。これには客船バルチックに代わって運航されるという側面もあった。1891年、姉妹船マジェスティックが ブルーリー・ボン賞を受賞したが、2週間後に、テュートニックが20.25ノットを記録し、ブルーリー・ボン賞を受賞した。テュートニックの出した最高速力は20.5ノットで、あったが、後に、客船シティ・オブ・パリにブルーリー・ボン賞を奪われ、その後ホワイトスター・ラインの船舶が、ブルーリー・ボン賞を受賞することは二度となかった。1897年。 テュートニックはビクトリア女王の60歳の誕生日の記念式典に参加した。その後、1898年にニューヨーク港にてユナイテッドステーツラインの客船ベルリンと衝突したが、それほど多大な損傷はなかった。ボーア戦争の勃発によりテュートニックは1900年まで軍事輸送船として徴用されていた。客船として復帰した1901年、テュートニックは 津波に遭遇し、見張りの乗務員2名が投げ出されたが、生還した。また、津波に襲われたのが夜中であったため、乗客への被害は、ほとんどなかった。1911年、テュートニックはドミニオンラインへ移籍し、カナダ付近で運行された。1913年、テュートニックは、老朽化によって乗客が減少していたため、客室が2等客と3等客に限定された。 1914年、第一次世界大戦の勃発により再び軍に徴用され、6インチ砲を装備したテュートニックは、戦団の護衛や輸送船として使用された。1921年、テュートニックは、エムデンにてスクラップにされた。ウィキメディアコモンズには、テュートニックに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。